この番組はカルタって楽しいカルタクラブの提供でお送りします。はい、皆さんこんにちは。カルタクラブ解説員のなっちゃんです。今日は特別解説室からお送りしています。今日の動画は優先歓迎見て楽しいの動画になります。というわけで佐合衛生名人対川瀬部長の試合を観戦していこうと思います。競技カルタは試合を始める前に15分間の暗記時間があるんですけれども、その時間に札の配置っていうのを覚えるんですね。で、今ちょうどその暗記時間を終えて、まもなく試合が始まろうとしているところです。それでは早速試合を観戦していきましょう。さあ、行くぞ。簡単に選手紹介をしますね。まず画面右側がおなじみカルタクラブ部長の川瀬選手、6段です。そして左側が西郷直樹衛生名人、競技カルタ界のレジェンドです。つまり今から始まろうとしているのはトップレベルの試合、見る線の方だけではなくカルタプレイヤーの方も参考になる動画のはずです。画面の見方は、多分直感的にわかるかなって思いますが、不安な方は過去動画を見ていただくと安心かもです。概要欄にリンク貼っておきますね。最初は右から読まれるようです。色がついているところに右から始まる札があります。はいや、はいや、はいや、1枚目からエンジンかかってますね。衛生名人強しって感じです。衛生名人について補足でちょっと説明しておきますね。競技カルタにはタイトル戦っていうのがあって、その一つに名人戦っていうものがあるんですね。でその勝者が名人という肩書きを得ることができるんですけど、その名人の座に5期連続ないしは通算7期ついていると衛生名人っていう称号を手に入れることができます。なので超絶すごいっていう感じです。次はターから始まる札が読まれます。場には3枚あります。早いこれまた早いですね。無駄のない動きでしたね。ターンから始まる札3枚にこう近づいていって、真横にピュッと払い飛ばしたっていう取りで、とても美しいです。はい、さすが衛生名人ですね。はい、次に読まれる札はアーから始まる札ですね。この試合では12枚かな、ありますが、めちゃめちゃ多いですね。はい、またまたこれは西郷さんが取りましたね。たくさんあの札がありますが、その中でも決まり字が短くてより早く取らなきゃいけない二字決まりの足明けの方がある、画面の手前側を気にしたのかなっていう動き方をしてましたね。はい、でここでちょっとお詫びなんですけど、この動画システムのちょっと関係で若干音声と映像がずれることがあります。ちょっと見づらくなってしまいますがご了承ください。次の札は「ふ」ですね。この場にはないみたいです。はい、この場にない札が読まれること、競技カルタ用語で「空札」って言います。競技カルタでは100人一周100枚のうち実は50枚しか使わないんですね。100枚使っていないんですけど読まれる札が100枚、なので今見たく読まれたけど場にないっていう事態が生じます。はい、今「せ」が読まれました。西郷さんが川瀬選手の陣地からバッチリ抜きましたね。競技カルタは手持ちの札を先に0枚にした方が勝ちっていうルールです。上のバーが0になったら勝ちっていうわけです。にもかかわらず、このままだと西郷さんがせっかく取ったのに川瀬選手の持ち札が減っちゃうことになりますよね。なので、今から枚数調整をするために相手陣の札を取ったら札を1枚送りましたね。今未知という札を送ったみたいです。こうやって相手の陣地を取ったら自分の手持ち札からこう1枚渡すっていうことをして自分の手持ち札っていうのを減らしていくっていうことになります。はい、これ大事なルールですね。次は「ひ」から始まる札が読まれます。川瀬選手の陣地に2枚ありますね。
ちょっと音と映像ずれちゃいましたが、やっと川瀬選手が取りました、しっかり西郷さんの手も飛車の位置に来てますね。3字決まりの人はが右にありますが、より早く取れる2字決まりの飛車の方に2人とも手を出していました。王道な動き方をしています。次はカから始まる札が読まれますね。今色がついているところ、カの札です。はい、カラ札でしたが、2人とも角、色ついているところにある角に反応してますね。最初の音が同じカだったので反応したっていうわけです。適当に手を出してるわけではないんですね。次はヤーから始まる札が読まれます。色がついたところに注目して見てみましょう。はい、西郷さんが川瀬選手の陣地から取りました。西郷さんの陣地に同じ山まで、同じ音の山座という札があるのに注目してください。川瀬選手はそっちに手を出しましたね。お互いに相手の陣の方に狙いをつけて手を出したというわけです。で、狙いが当たったのが西郷さんでした。カオス選手も頑張って自分の陣地の方に戻ったんですけど、間に合わなかったですね。西郷さんが相手陣地を取ったので、枚数調整のために1枚札を送っています。次はタンから始まる札が出ますね。はい、空札でしたが、カオス選手が西郷さんの陣地にあるタチに反応していました。一方の西郷さんは微動だにせず、川瀬選手は札に反応して手を出していくタイプで、西郷さんは手元で音を聞いて溜めて取るタイプですね。選手にも個性があります。二人とも画面の手前に側にあるミかミチの方に手を出していましたかね。場にミの札は3枚ありますが、2枚が画面の 手前側に固まってますね。選手は3分の2取れると、有利に立てるので、確率を考えて多く取れそうな場所に意識を割いてます。はい、川瀬選手が西郷さんの陣地にある4を抜きました。そうそう、敵陣の札を取ることを、抜くっていう、攻めるとか抜くという表現をします。時々、使うかもしれません、解説でも。で、西郷さん動きませんでしたね。やっぱり川瀬選手とはこう対照的で、手元で聞いてから動くタイプの選手ですね。で、川瀬選手が敵陣を取ったので枚数調整します。4の札が川瀬選手陣地で固まっていたので、そのうちの1枚を送りましたね。同じ音がこう固まっていると相手に狙われやすいんです。はい、川瀬選手が取りましたが、今のはあまり早くなかったですかね。私が言うのもなんなんですけど、トップ選手でも全部の札を早く取れるわけではないんです。で、次は7の札が出ますが、画面の奥側に固まってますね。でも比較的決まり字は長めなので、そこまで頑張って取らなくてもいいかな。はい、西郷さんが取りました。川瀬選手、右上段の取り方がちょっとずれてるのかな。さっきのモロの時もそうだったんですけど、素振りをして、体の動きっていうのを確認して調整している様子ですかね。はい、ちょっと今画面操作間違ってましたね、失礼しました。西郷さんは漫画ちはやプルで有名な、地波を送って自陣の地の札を分けましたね。同じ音がこう固まっていると、この相手から狙われやすくなっちゃうので、送れる時に送って分けるっていうのが一つのセオリーになります。次は4から始まる札が読まれます。色がついているところに注目して見てみましょう。はい、川瀬選手が取りましたかね。さっき西郷さんに送った4に反応してからゆっくり取りました。実は決まり字が長い札は短い札よりも、ゆっくり取れるから楽そうって思うかもしれませんが、
逆にですね、あのタイミングをこう合わせて撮るっていうのがまた難しい歌なんですよね。はい、次はもうから始まる札が読まれますが、この場にはありません。はい、片札です。川瀬選手がさっきモロがあった場所に反応していました。もしかしたらあの M 音で目に反応しているかもしれませんね。トップ選手なので、あの M 音のっていうあの新レベルで、はい、音を聞いてますね。早っ思わず素で言っちゃったんですけれど、早かったですね。西郷さんが川瀬選手にあるの陣地にある奥を取りましたね。いや、めちゃめちゃ早かった。西郷さんは敵陣の札を取ったので、枚数調整で今から札を送ります。何を送るのかな。はい、OA を送りましたね。 OO まで同じ音の OK の札も持っていたので、まあ、それと分けました。西郷さんはさっきの山の札みたく動くんですかね。この OK、 OA は仕込みどころですね。はい、和から始まる札読まれましたが、から札です。川瀬選手は和すらに反応したのかな。画面手前側に和び、あと和がいいと2枚があって固まってるから、そっちに手を出すのかなって思ったんですけど、違いましたね。和すらの方に反応してました。次はおかな。はい、おの札が場にはあるんですけど、どちらかというとさっきあった奥の暗記が残ってて、そっちに引っ張られたような手の動かし方しましたね。おそらくおが読まれた時は山という時と同じように、お互いの相手陣の方に手を出す動きを2人はするんじゃないかなって思いますが、って言ってるそばからまた次はおの札が出そうですね。おう、から札です。お互い西郷さんの陣地の大受けの方に手を出しましたね。なんか予想と違いました。この取り方の傾向をね、あの取り方の傾向っていうのを変えてくるのもまた面白いですね。次、実際に大受けか大受けが出た時にどう動くのか楽しみです。はい、から札です。手の動かし方は、まあ、その人の考え方次第なんですけれど、まあ、取れる確率っていうのを、まあ、2分の1とかに絞ってでも取りたいのか、まあ、それとも、まあ、それよりも多く取りに行くのかっていう考え方によって手の出し方って、はい、変えてきますね。次はミーから始まる札です。はい、西郷さんが取りましたね。ミーから未知の方に手を出しつつ、でも出しすぎずうまい具合に取ってます。さすが名声名人ですね。あ、ミカの位置を変えましたね。あ、そうそう、あの試合の途中で札の場所配置を変えるっていうのは、あの相手にこの札の場所変えますって言って、あの申告すれば自由にできる、はい、できるんです。次はすから始まる札が読まれますが、1時までですね。でも場所にはないです。はい、から札でした。そういえば漫画のあのちはやフールで毎回札をシャッフルして並べてくる高校って出てきたかと思うんですけど、まあ、極端な話それもルール上は可能です。ただね、あんまり、マナーっていうかモラルというか、そういったところではちょっとあんま良くないですね。はい、次は O から始まる札です。注目です。はい、川瀬選手が取りましたね。敵陣を攻めてから戻って O A を取りました。西郷さんはちょっと動きが中途半端でしたかね。の両方取ろうとして失敗すると両方取られるってこともあるので難しいです。さっきの「あのおうこ」が読まれた時の手の出し方的に、あの川瀬選手もあの
西郷さんを意識警戒していたでしょうし、その西郷さんの動きを少し意識したような手の出し方をしていましたかね。次はやから始まる札が読まれます。西郷さんの陣地にありますね。はい、空札でしたが川瀬選手が山に反応してましたね。ちなみに決まり地の変化の話なんですけど、山から始まる札は2枚あって、同じ札は2回読まれないので山まで来ても取れるようになってますね。次はタから始まる札が読まれます。川瀬選手が自陣に戻って取りました。選手は相手陣の方に手を出してから戻って取る、いわゆる攻めるスタイルですね。忠実に攻めがるたをやっています。敵陣の太刀が取れれば OK と思っていたけど、自陣の玉が取れてラッキーっていう感じですね。西郷さんは少し川瀬選手陣の奥側に手を伸ばせていなかったですかね。次は陽から始まる札が読まれます。川瀬選手が、取って西郷さんがこれお手つきしましたね。お手つきするとペナルティで相手から札が1枚送られるっていうルールがあります。今川瀬選手が2枚の札を送ろうとしていますね。はい、2枚送りました。相手陣の札を取った枚数調整の1枚と、あとお手つきのペナルティの1枚で合計2枚っていうわけです。西郷さん的にはちょっと痛いですね。川瀬選手は一気に逆転っていう感じです。西郷さんさっきから、うまく取れていなかったのを修正しようとしてちょっと失敗しちゃったっていう感じですかね。そう、うまく取れてない時こそこういうことってよくあるんですよ。永世名人もさすがに人間っていうところですかね。コヌとキリを送ってます。コヌは先ほどあのコヌをうまく取っていたので、そのイメージで川瀬選手的には取りたいんでしょうかね。はい、次は2から始まる札です。西郷さんがうまく守りました。さっきからも使ってますが、自陣の札をこう取ることを守るっていう表現します。川瀬選手は札の枚数が多い画面の手前側をかなり意識していそうですね。逆転したので今の突くも取って流れに乗りたいところだったんですけど、ミス にね動じずお札を取っていくメンタルっていうのがさすが永世名人って感じがしますね。西郷さんは先ほどから川瀬選手がよく反応している山の札の場所を変えましたね。次はあから始まる札が読まれます。やっぱこうやって見ると多いですね、あの札。はい、空札でした。川瀬選手が少し手を出して一方の西郷さんは動かず、あの札が多いので川瀬選手もさすがに特定の場所に手を出すっていうことはしないみたいです。あの札って16枚あるんですけど、今日数えてみたらそのうちの12枚あるんですよ。結構多いです。次はこから始まる札が読まれます。黄色いところを注目しましょう。早すぎでしょう。西郷さんの守りは本当に早いです。川瀬選手はさっきのコノみたいに取りたかったと思うんですけど、好きにはさせんぞっていう感じがしますね。早かった。次は「お」から始まる方が生まれます。西郷さんの陣地にあります。青いところです。はい、空札でした。「お」の札が生まれたんですけど空札ですね。でも2人ともあまり「お」に反応している感じは
今回しなかったですね。次はターンから始まる歌が今出ます。また西郷さんの陣地にあります。茶色色がついてます。はい、カラフラですね。今度は2人とも同じターンから始まる立ちの札がある場所に手を出して反応してました。次に読まれる札は矢から始まる札です。紫に色がついているところに矢から始まる札があります。はい、またカラフラですが、西郷さんがさっき山の位置をですね書いてたんですけれど、川瀬選手は帰る前の場所に、はい、手を出してしまってましたね。あの競技カルタって札の位置とかをこう覚えるのが大変と思われがちなんですけど、あの記憶を消す、忘れるっていうのも結構大変なんですよね。記憶のアップデっていうんですかね、意外と記憶で残っちゃうんです。はい、これは早い、川瀬選手早かったですね。狙ってたんですかね。火の札、あの今日場に3枚あったんですけれども、あの敵陣の方迷わず攻めて、はい、早く取りました。和美を送ってます。和の札は川瀬選手陣地にしかなくって、こう固まってたので送って分散させましたね。同じ音が固まっているとこう相手から狙われやすいので分けたっていう感じですね。今ちょうどお互い16枚対16枚で、はい、セイムです。次は CA から始まる札が読まれますが、場にはないのでこれはカラ札ですね。はい、次はなから始まる札が読まれます。画面 の奥側にナの札固まってます。はい、カムセ選手が取りましたね。なが聞こえた時点で、右側に、はい、右手側に手を出してうまくタイミングを合わせて読まれた札を取ってます。とても綺麗な手の動かし方でしたね。次は和から始まる札です。色がついているところに和から始まる札があります。はい、カラフラでしたが、西郷さんと川瀬選手2時の2時決まりの和美に反応して、その後に3時決まりの和すらに手を動かすという順番で、はい、反応してましたね。基本的に決まり時の短いあの方から反応するっていうのがセオリーです。和すらは和すで取れるように決まり時が変わりました。はい、川瀬選手が取りましたね。分かり札でした。西郷さんはあまり動いていなかったんですけれど、ちょっとだけ道の方に手が来てましたかね。川瀬選手は枚数調整で1枚札を送ります。何を送るのかな。お、千葉ですね。千葉を送り返しましたね。さっき西郷さんから千葉を送られたんですけど、それを西郷さんにまた送り返しています。で、西郷さんはもともと置いていた場所とは、違う場所に千葉を置きましたね。はい、次はまたアーから始まる札が読まれます。多いですね。はい、西郷さんが取りましたね。アフラこんなにいっぱいあるのに、あの早く取れるのってやっぱりさすがですよね。永世名人ですね。枚数調整で川瀬選手に1枚札を送ります。何を送るのかな。結構考えてますね。
おおを送りましたね。結構札が、札の配置が移動していて、最初の試合を始めた時と陣形もだいぶ変わってきていますね。の選手もこう覚え直すの結構大変です。次は、なから始まる札が読まれます。画面の奥側のところに固まってます。はい、綺麗に川瀬選手が守りましたね。札をこう包み込むように手を動かして、札をこう囲う感じでタイミングよく払えてますね。綺麗でした。で続いて読まれるのは E から始まる札、色がついてます。注目してみましょう。はい、西郷さん自陣の方から手を伸ばして綺麗に守りましたね。これで E から始まる札は全て読まれたので、今場にある今子っていう札は E で取れるように、はい、決まり字が変化しました。次 E の札が読まれた時にはもう E って聞いただけでパンってきっと取ってくれると思います。そして次に読まれるのはハーから始まる札ですが、この場にはないので、はい、そうですね、カラ札になります。離さそう次はアーから始まる札が読まれます。本当に枚数多いですよね。はい、今度はお互いに敵陣を取りに行きましたね。川瀬選手が取りました。札を包み込む感じ、囲い気味で上手に、はい、取りましたね。枚数調整で1枚札を西郷さんに送りますが、何かな、はい、一陣回りの目の札を送りました。目だけ聞けば、取れる札です。天野が今読まれたので、同じ天から始まる天津は天で取れるようになりました。決まり字が変化しましたね。次はまた、はい、アーから始まる札が読まれるみたいです。どういう手の動かし方をするのか注目ですね。はい、西郷さんがタイミングよくしっかり取りました。あの札は画面手前側を川瀬選手、画面の奥側を、西郷さんが取ろうとしているかなっていう、印象があります。次は U から始まる札が読まれますが、カラ札みたいですね。はい、カラ札でしたが、川瀬選手は U、 Y の音で反応してたのかな。やーとよもが右手側、川瀬選手の右手側にありますね。さっきもお話ししたんですけど、選手はシーンレベルで音を聞いてるんです。はい、川瀬選手が札を囲う感じで、きっちり決まり字のタイミングで取りました。ただ、でももしかしたら地波の場所が変わったのを暗記し直せていなくて、画面の手前側ですねの方に手を出した可能性がありますね。地波の位置、もともと画面の手前側にあったんですけれど、画面の奥側に西郷さんがさっき場所変えてたんですよね。セオリー通り行くなら、普通は決まり字がより短い二字決まりの地波の方から手を動かすはずなんですけれども、川瀬選手は
ちぎり尾がある方に、気持ちが長いちぎり尾の方に手を動かしていましたね。大けを、はい、川瀬選手送りました。枚数調整です。次に読まれるのは、はい、またチーから始まる札が読まれるみたいですね。画面の奥側にチハがあります。注目です。